乙女は、嫁である一致を、奴隷のように扱う。用事を言いつけては、一致をこき使う日々。しかも、いつも腐った食材という嫌げ物付き。夫は、マザコンなため、完全に止めの味方。料理の腕があれば、美味しくなると言い出す始末。一致は、そんな夫と止めに、生ゴミ食材で料理を振る舞うことにした。一致をいびり続ける止めとマザコン夫は、果たしてどうなるのか？嫌げ物を押し付けてくる止めとエレンに、その食材で料理を作った結果。止めは、私のことを奴隷だと勘違いしている。自分の素晴らしい息子が連れてきた、役に立つ奴隷だと。それは、結婚してすぐのことから、感じていたことだった。庭の草むしりするから、来てやりなさい。これは、3年手入れしてない庭を、ヨーロッパ風の庭にさせられた時。昨日まで台風で洗濯できてないから、洗濯しに来い。こっちは、晴れてるのに洗濯サボったから、洗濯物が溜まった時。どれも、トメが日々やっていたら、私がやる必要なんてないもの。トメは、極度のダラだった。よく今まで主婦やってたなと思うくらい。掃除ももちろんしない。部屋はゴミだらけ。だから、週に1回呼び出されて、掃除に行く。でも、すぐに汚くするから意味はない。トメは、別居なんだ。同居じゃなくてよかったね。ウトはいないの？あと夫は何してるの？結婚時は、離れたところに住んでたから、トメとは別居。これで同居だったら、とっくに赤の他人になってる。ウトは、まだ生きている。と言っても単身赴任してるから、いないのと一緒。ウトが帰ってくる時だけ、トメは掃除してちゃんとしてる。だから、ウトにはバレてないかも。直前に慌てるんだったら、毎日掃除すればいいのにね。夫は、役に立たない。いわゆるエネオというやつ。これは辛い。どこにも味方いないの、しんどい。トメは、私を呼び出した後、決まってお礼を渡してくる。これが、本当にひどい。はっきり言って嫌げ物だ。これ、今日のお礼ね。あなたにはこんな高いもの足りないわ。これは、トメの上等句。生ゴミみたいな食材を渡すときに言うの。なんでも、近くにある高級スーパーで、買った高級野菜なんだって。でも、トメから渡される食材は、見るも無残な姿をしている。しなびたナスに、黒くなった人参。加工食材は全部賞味期限が切れてて、異臭がすごい。肉、魚ももちろん腐ってる。色は変わってるし、匂いもひどい。正直、冷蔵庫によくこんなのをいつまでも保管してるなって思う。私をいびるためとはいえ、その執念に逆に感動する。とはいえ、正直嫌げ物はしんどい。臭いものを家の中に入れたくないし、一応、嫌げ物をもらうたびに、夫には報告してる。今日もトメから、こんな食材をもらった。夫はエネだから、絶対に切れる。エネというよりもマザコンなのかも。俺のお袋になんてこと言うんだ。お袋がお前のことを思ってあげているのに。お前の母親は、他人に腐ったものをあげるのか？って言ったら、顔を真っ赤にする。お前の目と鼻は何のためにあるんだ。飾りじゃないんだぞ。どこからどう見ても、腐ってないだろ。言いがかりはやめろ。見苦しいぞ。お前の目の方が節穴だよって、いつも言いたくなる。どうもこの夫は、母親を好きすぎるあまり、腐ったものがわからない魔法にかかっている。どれだけ見た目がヤバくても、どれだけ異臭がしても、腐っているのがわからない。そして、決まって翌日には、夫がチクって怒ったトメから電話がかかってくる。私も息子たんに、何言ってるんだ。お前がそんなんだから、息子たんは不幸なんだ。こんな感じの、もはや言いがかりみたいな電話だ。無視するのもありだけど、よくあることだから最近まで我慢してた。でも、私にも我慢の限界が来た。トメが私の家族をバカにしたのがきっかけだった。いつものように呼び出されて、いつものように嫌げ物をもらったある日。今日もあなたのために、高級スーパーの食材をお礼にあげるわ。一致さんはご家族が貧乏だったでしょ？こういういいものを手に取る機会は、なかったでしょ？ご両親はあんな田舎で、無職ですってね。あら、無職がなくて農家だったかしら。どっちにしても無職と同じよね。私、息子の嫁がこんな家の出身だとは、恥ずかしくて誰にも言えないわ。だから、私食費くらいは浮かせてあげようと。あなたに食材を渡してるのよ。本当だったら、お金取るわよ。でも、私は優しいからただであげてるの。普通に嫁いびりだと思うでしょ？でも、私には今までの嫌げ物よりも辛かった。うちの両親は、確かに田舎に住んでるし貧乏。でも、私は大学まで行かせてもらってるし、子供の時、家が貧乏で辛い思いをしたことは一切ない。両親の頑張りを、馬鹿にされたようで、泣きそうになった。両親は、早期退職して農業をやってる。趣味程度だけど、毎日真面目にしてるみたい。
そこで収穫したものを、毎回私の家に送ってくれる。どれも、都会じゃ食べられない、新鮮で大きな野菜。泥がついてたり、見栄えが良くなかったりするけど、美味しくて重宝してる。少なくとも、トメの家揚げ物よりは、確実にありがたいもの。私の両親が今頑張ってることまで、馬鹿にされたのは、我慢ができなかった。その日はそのまま帰宅した。夫が仕事から帰ってきたから、夫にも報告。またその話かよ。お前も飽きないな。何度も言うように、お前が悪いから、お袋が悪いなんて、まさか思ってないだろうな。こんなにお前のこと、世話してくれてるのに。食材だって、いつもイチャモンつけてるけど、結局食べてるし、美味しいじゃないか。食費も浮いて、感謝こそすれ、文句を言うなんて薄情なやつだよな。私が言ったこと、一つも伝わらなかった。そのことに、ショックを受けた。いつももらった食材は使ってないもの。使ってたら、とっくに私たち死んでるわよ。夫は勘違いをしているようだったから、訂正しておく。もしかしたら、私が変に気を使って言わなかったから、夫は事態を把握していなかったのかもと思って。は？お前、お袋からもらった食材、捨ててたのかよ。マジでバカじゃないのか。あの食材の価値、理解できてないにも程がある。夫は、さらに切れた。食材の状態のひどさを信じてないのかな？そう思ったので、今日もらった食材を夫に見せる。今日は、腐りすぎてネチョネチョで、ドロドロの野菜たち。あと、異臭を放つ牛乳とソーセージ。見るからに色がおかしい。それらをちらりと見た夫は、次に放った言葉は信じられないものだった。んなもの、食べれないところを切ったら、いくらでも使えるだろ。そんなわけないだろ、そしたら食材なくなるよ。思わず、そう言ってしまった。夫は、さらに切れた様子だった。料理の腕があれば、いくらでも美味しくなる。そうしないのは、お前の努力不足だ。お袋からもらった食材が悪いんじゃない。お前の料理の腕と向上心の低さが問題なんだ。お袋の責任にしたいようだけど、そんなに都合よくいかないからな。そう言って、夫はさっさと自室に戻った。残された私は、呆然。三つ星レストランのシェフでも、腐った食材では美味しく料理できないだろ。夫の言葉が全く理解できなかった。唯一わかったのは、マザコンでいねだってことくらい。そんなのは、前からわかってたか。やっぱり、何も理解できないわ。トメには両親をバカにされるし、夫はいねすぎるしで、私は嫌気がさした。なんで、こんなのといつまでも家族なんだろって。これを書いてる今も、夫とは家族だから、一応今でも夫婦でいる。当時は本気で離婚を考えてた。だから、トメと夫に反撃することにした。離婚を決意してから、初めてトメに呼び出された。ウトが単身赴任先から一度帰ってくるから、掃除しろとのことだった。とりあえず義実家に向かうと、安定のゴミ屋敷だった。トメさ、使ったものをしまう習慣がないのよ。服も脱ぎっぱなし、皿も出しっぱなし。あちこちに物が散らばってるから、床が見えなくて、足の踏み場がないくらい。台所も、もちろん掃除しない。なんなら腐った食材を保管してるから、G がいっぱい。そんな状態にした張本人のトメは、いつも通りの態度の悪さだった。遅いわね。嫁なんだから、もう少し早く来なさいよ。明日、旦那が帰ってくるから、掃除ちゃんとしなさいよ。手を抜いたら、許さないからね。あと、ご飯も作っておきなさい。え、でもお父さんは、お母さんの手料理食べたいんじゃないですか？料理したくなさすぎて、止めに聞いたら、鼻で笑われた。あの人はリオンチだから、誰が作っても一緒よ。私が作る必要はないの。私の頭の中は、反撃でいっぱいだったから、止めの言いつけも了承した。この機会を利用できると、考えたから。今振り返るとドキュンだったなぁと思うけど。私は、止めに言われた通り、掃除を始めた。と言ってもやることはそんなにない。散らかった服をそのまま止めのタンスへイン、謎のゴミも一緒にイン。台所にいる G は死骸や生きたのを、これまた止めのタンスにイン。G だと思わずにカブトムシだと思えば、意外と G も手に持てた。ま、目つむってたから、あんま関係ないけど。台所は、皿はその辺の食器棚にそのままイン。汚れまだあった気がするけど気のせいだよね。食べ物の汚れがすごかったから、バケツに水を溜めて、流してあげた。水たまりができたような気がするけど、トメは台所に来ないから大丈夫。トイレやお風呂も言いつけられちゃった。そこもバケツの水で洗い流す掃除方法を実践。なんということでしょう。あんなに汚いトメの家が水浸し。さすがに目立つ部分はちゃんとしたよ。こういうのは目立たないところが肝心らしいから。あっという間に掃除完了。トメも、嫁の能力の高さに大満足。あら、やればできるじゃない。いつもこれくらいしたらいいのに。そうそう。これお礼の食材よ。いつもの高級スーパーのものだから捨てないでね。
夫のやつ、やっぱり止めにチクってやがった。いい歳したおっさんが恥ずかしくないのかな。なあ、料理作ってきてね。旦那が帰ってくるまでに持ってくるのよ。料理持ってきたら、あなたはすぐに帰りなさいね。今日は家族で旦那を歓迎するの。本当の家族じゃない一さんは、結構よ。息子ももちろん呼んであるわよ。だって、彼は私たちの家族だもの。次の止めの言葉は、この日鋼のメンタルを持ってた私でもショックだった。家族の一員になれるように、頑張ってきたのになって。そりゃ血の繋がった夫には負けるだろうけど、それでも私も家族のつもりだった。いつもだったら泣いてたけど、今回の私は一味違う。より復讐のやる気が上がった。悔しくて仕方なかった。家に帰り、猛スピードで料理する。食材は、さっきもちろん止めからもらったもの。今回もぐっちょぐちょで、匂いがやばい。料理するのにも手間取った。なんせ、自分の鼻との戦いなのだ。臭すぎて何度も手が止まってしまう。家にも匂いが充満した。何度ファブリーズしても、もう戻らないだろうな。ようやく料理が完成した。タッパーに詰めて、義実家に持っていく。あら、一さん何しに来たの？もう、あなたは酔わないのよ。これからは、家族の時間なのだから。あなたは、家族じゃないのだし、帰ってちょうだい。まさかの事態、止め、料理を命じたことを忘れてた。事情を説明すると、途端に止めの態度が変わった。それならそうと、早く言いなさいよ。もうすぐ旦那が帰ってくるのだから。私はいそいそと台所に入る。あ、水たまりあるの忘れてた。仕方ない。水たまりを避けて用意するか。用意していると、玄関のドアが開く音がした。うとだ。あなた、お帰りなさい。待っていたのよ。トメが体をくねくねさせてる。気持ち悪。また玄関のドアが開く音がする。今度はトメに呼ばれた夫だ。あなたが、いない間に私はちゃんと家を守ってましたからね。今日も、あなたが帰ってくるから、あなたの来航物を料理したの。トメは、ウトに猛アピール。今思い出しただけでも、吐き気がする。夫も、のんきに親父久しぶりとか言ってる。マザコンだけじゃなくてファザコンなのか。家族団らんに割って入り、渾身の力作をテーブルに並べた。まずは、ハムとソーセージのソテー。匂いがやばいのがポイント。おい、このハム、糸引いてるぞ。食えるのか？いつもは無視する夫。大好きなお母さんのためなら、文句も言うんですね。知らないの？最近糸を引いてるのが、流行ってるのよ。何でも健康にいいんですって。どこのスーパーでも品薄で手に入りにくいのよ。適当なことを言って、夫を黙らせる。夫は、すぐに退散した。次は、アボカドサラダ。ドレッシングも手作りなのがポイントだ。何これ？スライム？食えるの、これ？夫の第一声は、スライムだった。確かにスライムみたいにドロドロしたサラダだもんね。これは、アボカドサラダよ。原型がないくらい熟してるのが美味しいのよ。私の説明に、そうかな？なんて言いながら、口にする夫。ちなみにドレッシングは、熟しすぎたアボカドと賞味期限の切れたジャムで作った。使ってる野菜も、もちろん変色した野菜。ドレッシングで見えなくなってるだけ。次は、パプリカとほうれん草のヨーグルト和え。色も綺麗な一品だ。これは、匂いがすごい。作った中でダントツでやばい。私も作っておいてなんだけど、臭すぎて鼻つまみながら出しちゃったよ。匂いの原因は、賞味期限が3ヶ月も切れたヨーグルト。ヨーグルトって、あんな匂いするんだね。私、初めて知ったよ。これ、スコンブの匂いがするんだけど、気のせいか？スコンブの味付けをしてるのよ。今流行の味付けだから、食べてみてー。夫の質問にスラスラ答える。なんでこんな出任せを夫は信じるのかな。夫はのんきにしてるけど、トメはもちろん怒りで顔が真っ赤。愛しのウトがいるのに、取り繕えないほど、怒ってる。次の料理を運ぼうとしたら、トメが切れた。いっ、あんたはなんてものを私に食べさせようとするのよ。私たちに不満があるなら、はっきり言いなさいよ。こんな犬も食わない飯作っておいて、ただで済むとは思うなよ。ここからが私の作戦。ただ反論するだけだとインパクトに欠ける。前日必死に考えた私の作戦は、嘘泣き。お母さん、なんてこと言うんですか。これ、今お母さんからいただいた野菜ですよ。私の実家が貧乏だから、高級な食材をくださったのですよね。私、お母さんのお気持ちに、すっかり感動したんです。だから、感謝の気持ちを込めて、料理を作ったのに、それを犬も食わないなんて、私、悲しいです。涙を流しながら、私被害者を訴え続ける。トメを見ると、もっと顔が真っ赤になってた、怒りすぎて湯気出そう。湯気だこみたい。あんまりにも怒ってるから、言葉も出ない様子。
見かねた夫がトメをかばう。イッチ、いくらなんでもこれはひどいよ。腐ってると分かった食材で料理するなんて。お母さんからいただいたものを捨てるのは白状ものなんですよね。私、あの言葉にハッとしてしまって。だから、私いつまでも本当の家族になれないのよね。私は、本当の家族になりたいから、反省してお母さんからいただいた食材を使ったの。それなのに、ひどいなんて。やっぱり私は偽物の家族なのね。だんだん楽しくなってきた、言葉がスラスラ出てくる。そういうつもりで、言ったんじゃないよ。じゃあどういうこと？もしかして、お母さんはご自分では食べない、古くていらなくなった食材を私にくれたの？優しいお母さんだとは思ってたけど、私本当は嫌われてたのかな。夫くんも、もしかして私のこと嫌い？腐ってるって知ってて私に使えって言ってたのよね。私、あなたと本当の家族になりたくて、これまで頑張ってきたの。全部無駄だったのかな。クライマックス、私は大女優張りに覚め覚めとなく。一気、そんなしなぎらしい演技、騙されると思うなよ。夫は黙ってしまったけど、トメはそんなことはなかった。怒って、私に掴みかかろうとするトメ。さすがの私も身構える。暴力沙汰になったら、110番と思ってたのに、トメの手が当たることはなかった。今まで静観してたウトが助けてくれたのだ。もうやめなさい、お前も十分だろ。ウトの一括は、トメに一発で聞いた。ウトはトメを制し、私に頭を下げた。うちの妻がご迷惑をおかけしました。それと、愚息もご迷惑をおかけしたようで、本当に申し訳ございませんでした。離婚でしたら、応じます。ウトは、トメや夫にも謝罪するように促した。二人ともしぶしぶ謝ってくれた。お前たち、責任を持ってこれらを食べなさい。残さないように、見張るから。ウトの発言に二人は顔真っ青。でも、ウトの剣幕がすごくて食べ始める。私は、その後一度実家に帰った。悪臭のする家に帰りたくなかったし。しばらくして、ウトと夫がやってきた。離婚は考え直してほしいとのことで。夫は、今までが偽物だったのかと思うほど、常識を手に入れてた。自分がしてきたことが許されないことなのは、自分の頭で理解したらしい。ウトに、夫は妻を守るものだと、教え込まれた成果みたい。本気で反省してる夫に、一度だけ許すことにした。甘いと言われるかもだけど、こっちも食べ物を粗末にした負い目があるしね。私は気になってた、あの後について尋ねてみた。トメの生ゴミ食材をふんだんに使った私の料理は、ちゃんと完食させたんだって。私が帰った後、二人でトイレに飛び込んだらしい。でも、私が水浸しにしちゃってたから、トメは足を滑らせて、転んだんだって。偶然にも怪我はなかったみたい。悪運が強いやつだ。トメは、ウトの単身赴任先についていくことになった。一人だと、いくらウトが監視しても、限界があるからって。それに、トイレが水浸しになってたのを見て、鍵を押し付けてたことにも気づいたらしい。ちゃんとそこについても、二人で謝ってくれた。後日談が少しもやっとするかもだけど、個人的にはなかなかのドキュン返しだったと思う。嫌げ物を押し付けてくるトメと、トメの味方をするマザコンでイネナ夫。二人に、嫌げ物を使い反撃したイッチ。もしもあなたに、イッチのようなトメがいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、ヨーグルトは賞味期限が切れてから1週間以上経つと、破棄が適切な処置です。